エスタジオ・コベルナドール・マガリャン・イスピント、通称、ミネーロンは、ブラジルのミナス・ジェライス州の州と、ベローリゾンテにあるスタジアムである。現在は、クルゼーロ・イージーとアトレチコ・ミネイロの2クラブが、使用している。名称は、ベローリゾンテ出身の銀行家、政治家であった、マガリャン・イスピントにちなんでいる。1965年9月5日、アトレチコ・ミネイロのホームゲームでこけら落とし、 1997年には、最大で132,834名の入場者が入ったが、2013年に回収されて、現在は約62,000名収容となっている。また FIFA Confederations Cup 2013と 2014FIFA World Cup が開催された。2014FIFA World Cup 準決勝では、ブラジル代表がドイツ代表に1の7と大敗を喫した。 これは 1950FIFA ワールドカップのマラカナンの悲劇にちなんでミネーロンの惨劇と呼ばれている。また2016年のリオデジャネイロオリンピックのサッカー競技も同スタジアムで開催された。ありがとうございます。